顔ヨガ。Tap here for your language. 美顔ヨガで鼻が整ってきたのね。頑張ったね。偉いよ。40超えたら意味に任せて。意味です。鼻全体の形を整えて、私と一緒に理想の鼻に近づけていきましょう。骨の軟骨と副鼻腔へのアプローチで絶対変わるよ。ほら、1回でこんなにシュッとした。鏡を用意して始めるよ。 Here we go。 それではまず手をこんな風に組んで頭の上に上げていきます。なるべく腕をピンって伸ばして、ギューッと背筋を伸ばして、深呼吸、深く呼吸しながらストレッチを感じて。このポーズが難しい場合には脇をマッサージしててね。鼻の形は呼吸の仕方で変化しちゃうんだ。だから背骨をまっすぐに伸ばして、呼吸をまっすぐ深くできるようになろう。ゆっくりと手を離して下ろしていきます。次は背中を丸めて肘は前、息を吐き切って息を吸いながら、胸を前、肘は後ろ、吐きながら背中を丸めて肘は前、吸いながら胸は前、肘は後ろ、繰り返します。美顔ヨガは自分のペースでゆっくりと行ってください。痛みと対話しながら気持ちいい範囲で行ってね。無理やりやると逆効果だから注意してね。それでは耳の下のこの筋をぎゅっと掴んでほぐしていきましょう。深呼吸しながら、この鎖骨までつながるところをほぐしていきます。今日あなたが行うのは、美しい鼻筋をゲットするためのエクササイズ。そのためにはお顔の緊張を一旦全部取り去るのが大事。首筋の緊張をリリースすることで、あなたのお顔の血行はどんどん改善していくんだ。お鼻の形にももちろんプラスだから、しっかりほぐしてね。今度は反対。意味の美顔ヨガは毎日行うことができます。朝昼晩好きな時間に実践してくださいね。鼻から優しく吐く方にだけ集中してください。長く細くと風をおへそのあたりまで送っているようなイメージで、吐く方にだけ集中して、吸うときはただリラックスします。この呼吸を続けながら、目頭の横に人差し指を置いて、ここを優しくマッサージしながら、先ほどの細く長い呼吸を続けます。細く長い呼吸、これこそがあなたの鼻の形を整えるのに欠かせない秘密のテクニック。ゆっくりと優しく、おへそまで呼吸を届かせてね。吸うときはリラックスして、吐く方にだけ集中して、優しく優しく吐きます。あなたの鼻の形は呼吸の強さと大きく関係しているんです。浅い呼吸、荒い呼吸ではあなたの鼻は硬くなってしまうんだよ。眉毛の上のここの空洞の部分に向かって息を吸い込むようなイメージで吸って、吐いた時に揺らします。ここから吐くようなイメージ で吸った時にここまで吸って、吐いた時に揺らしながら、ここの位置からしっかり吐き出すようなイメージで。実はこんなところにも副鼻腔の穴が開いている。この位置まで優しく吸い込んで空気を感じて、まっすぐに整った鼻の形を手助けするよ。あなたの指先の温かさを感じて、あなたの眉毛の後ろにある空洞が呼吸とともに浄化されていきます。
あなたの鼻が心地よく呼吸しているのを観察しましょう。それではここの部分を使ってこのほうれい線に沿わせます。ここに顔面動脈というのがあります。指で覆っていきます。顔面動脈は顔の血行を司る大きな血管。この部分を温めるとあなたの顔の血行は改善し、新陳代謝が高まる。あなたのお顔を美しく生まれ変わらせることに大いに貢献するんだ。広告の間も手を止めないで。はい、次は背筋を伸ばしてまっすぐに座ります。でお顔も正面を向けて、まず片方の鼻を親指で押さえます。でこの時に背筋伸ばして軽く親指で押さえるだけにしましょう。まず右を押さえていますので、左の鼻孔だけで吐いて、優しく吐いて、吸う時は優しく針と糸をずっと頭の内側に通すようなイメージで吸います。人差し指で押さえて、今度は右の鼻の穴から吐きます。優しく吐いて、吸った時にまた同じように針と糸を通すようなイメージで、優しく優しく小さく小さく吸って押さえて、今度左の穴から吐いて、優しく吐いて、吸う時は優しく針を頭の内側に通すようなイメージで、小さな穴を少しずつ大きくするようなイメージで吸って押さえて。この呼吸法はヨガの伝統的な奥義の一つ。繰り返します。あなたの内側を流れる2つのエネルギーをバランスさせる働きがあるんだ。そしてこの呼吸を通じて、いびつだった左右の鼻の内側の通りをスムーズにできれば、あなたの鼻の形のバランスが整っていくんだ。その結果、鼻筋は通り、美しい鼻を手に入れることができるんだよ。それでは鼻の先端を軽く人差し指で押してください。そして押し返します。強すぎる力で押さないでください。鼻の力で押し返せるぐらいの力で押さえながら、それを押し返すようなイメージ。豚みたいな鼻にならないかって？大丈夫、安心して。鼻に筋トレなんて必要ないんじゃないって思うかもしれない。でも鼻だってやっぱり老化してたるんできちゃう。それに筋肉をつけることで鼻の先まで美しい鼻筋が通るんだよ。頑張って。次に鼻の先端と小鼻の間のこの辺をこうやって押さえてください。軽く押さえます。でこの状態でこれを弾き返すようにキュッキュッと小鼻の筋トレをしていきます。このエクササイズはあなたの鼻全体の新陳代謝を活発化させるのに欠かせない運動。呼吸が苦しくならないように軽い力で挟んでね。鼻全体の筋肉を使う感覚で取り組もうね。口をタコのようにギューッとして上下と伸ばしていきましょう。鼻の形を変えるには鼻を支える土台の筋肉も大事。ここをしっかりとストレッチすることで血行は改善し、新陳代謝を促すことができる。あなたの鼻の穴がしっかりとストレッチされていることを確認してね。次は左右に動かします。広告の間も手を止めないで。こうやって鼻の横に人
人差し指の関節をしっかりとピタッとつけて優しくマッサージします。今使った筋肉をしっかりと緩めて、副鼻腔が正常に機能していくようにしっかりと優しく吐く方に集中します。この部分にも大きな穴が開いているよ。指先で優しく出してあげることで内側の緊張をほぐすことができる。その結果、気血の流れが改善し、あなたの鼻は緊張を手放すことができるんだ。ゆっくりと優しく呼吸しながら揺らしてあげてね。次に鼻の形を整えていきます。こう鼻を2つのパーツに分けると、この上側の方、ここを整えたい形にこうやって両方の人差し指でギューッと関節で押して整えていきます。このまま細く長い呼吸を続けます。滑っちゃう人はティッシュを挟んでね。優しく深く吐いて、吐く方に集中した呼吸を続けます。あなたの鼻は軟骨でできているから、少しずつの努力で確実に変わっていくんだよ。指で押しながら理想の鼻の形を整形していこうね。鏡を見ながら細心の注意を払ってね。次に鼻の先端の側、これを整えたい形にこうやって両方から押し込んでキュッとさせてください。このまま細く長い呼吸をします。この部分も変化しやすい場所だから、しっかりとあなたの理想の鼻に近づけながら鏡を見ながらプレスしてね。ほら、少し変わりましたね。最後にもう一度目頭の隣にある鼻の付け根をマッサージしながら、お腹まで届く細く長く優しい呼吸を続けよう。私たちが毎秒行っている呼吸の方法をちょっと変えるだけで、少しずつでも着実にあなたの鼻の形は変わっていくよ。日常生活の中でも優しく長い呼吸を心がけてね。今日も丁寧に自分を大切にできたあなたは本当に素晴らしい。今日のあなたの一歩は未来のあなたの美しさに確実につながってるよ。また意味と一緒に頑張ろうね。参考になったという方はぜひいいねボタンをお願いします。まだの方はぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いします。今のあなたにおすすめの動画はこちら。ぜひ見てくださいね。